き続き店舗案内システムについて説明いたします。こちらが今店舗案内で64ビットサーバーからデータを読んでます。でこれで今入りました。でこちらの画面がドラッグのレジ側にタブレットを用意してありますので、そちらに移ります。ではお願いします。はい、じゃあ商品の種類から探します。これは5種類あります。営業ドリンクを選んでみます。でアリナミンビーを選んでみます。で武田薬品です。一番下にこちらに商品の写真が出てます。で商品どこに置いてる位置を出します。こちらコートもあります。でこちらは商品の名前から探します。で同じAから探します。でアリナミン B を選んでみます。同じく武田薬品のものです。下に商品の写真が出てます。商品情報出てきます。でここに商品のコードが出てます。こちら携帯でかざしてたら商品の情報が出てまいります。以上で終わります。